はいこんにちは相手の形を見て、えー、どこからともなく赤3バフ解除っていう声が聞こえてきたので、えー、こんなチーム構成にしましたはい行きまーすはい、えー、まずはそのために盤面に赤が欲しいのですがとりあえずここ行ってみましょうか はいえー、次はここ行きましょうかはいいですねいいですねでは、えー、攻撃力を上げてで、えー、マ,リアマリアーナでエレナを目指しましょうか、えー、で では、ブーストをかけておいて、えー、いつでも相手に対してバフ解除ができるように、えー、紫が欲しいです。紫が欲しいです。はい、えー、いつでもバフ解除ができるように、紫が欲しいのですが、いまいち、はい、これで紫のスキルが溜まって、 はいえー、ミニオンの壁を呼び、えー、ではブラックナイトにスキルを発動させることを目指しましょうか、えー、どこがいいですかねとりあえずとりあえずうここ行きましょうかはいブラックナイトにスキル発動させることを目指しています はいえー、これでブラックナイトがスキルを発動したので、はい、影ブラードで、えー、ただのかすり傷だを消しますで、えー、ここ行きましょうかねー、はいえー、ブーストもかけておいて、えー、レオニダスにも備えて、はい、ここ行きましょうか はい、えー、これでブラックナイト倒せますかねはい次はではレオニダス狙っていきましょうかまずは攻撃力を上げてそれからマリアーナを当てますはい、えー、だいぶ優勢なので盤面整理も兼ねて、えー、ダイヤけしましょうか はいえー、だいぶ優勢なので、えーはい、ミニオンの壁を呼び、えー、レオニダスをもう倒してしまいましょうここでベラじゃなくて、えー、レオニダスを狙いますはいでは、えー、ちょっと回復もしたいですし えー、空打ちをしてまナ貯めますはいでは、えー、倒しにかかりましょうかねはいえー、だいぶ順調ですね順調ですねはいでは えー、ベラは、えー、ミニオン攻撃効かないですからね。はい、これで勝ちですかね。はい、えー、1体ずつ着実に倒していく戦い方で勝つことができました。はい、ありがとうございました。